ご覧いただきありがとうございます。本日はこちらの一戸建て物件のご紹介となっております。こちらはですね、1階部分にですね、このような、シャッター付きのガレージがついておりまして、結構大きめな、車もここまで止めていただけますので、駐車場が、ね、1台ついている物件となっております。入り口がこちらですね。早速中に入っていきます。やっぱり一戸建てといえばこちらの大きな玄関スペースですね。シューズボックスもついておりますので、玄関をスッキリと使っていただけます。入っていただいて、ね、すぐのところにお手洗いがございまして、これですね、今回新しいおトイレ、そしてウォシュレットが、ついております。大変快適なおトイレに生まれ変わっております。お部屋のちょっと真ん中にですね、リビング、ダイニングキッチンスペースがございまして、今回フルリフォームしましてですね、水回りがピカピカの新品になっております。まずこちらの出世のキッチンですね、シンクも大きいですし、3口の IH コンロ、お掃除も大変しやすいですね。で、収納も、このですね、たっぷりと入れていただけるように、上下についております。大変スタイリッシュでかっこいいキッチンですね。目の前に大きな窓もございますので、明るく快適にお料理もしていただくことができますね。で、こちらは6畳の和室となっておりまして、畳も入れ替えがされております。で、こちらが一軒家の押し入れ収納と、そして隣には床の間スペースもございます。そしてこちらカラーのモニター付きのインターホン、こちらも新設されておりますので、女性でね、お一人いるときも安心ですね。そしてリビングに戻りまして、で、奥がですね、水回りスペースですね、なっております。まずこちらが、浴室ですね。タイル張りの大変清潔感のある浴室になっておりまして、追い焚き機能も、ついておりますので、こちらでね、温まっていただくことができます。まずはこちらの洗面台ですね。こちら今回新設されまして、おしゃれなこんなホールの洗面台になっています。こちら収納兼このような鏡もついておりますので、こちらね、コンパクトなスペースで大変快適にご利用いただくことができるようになっております。はい、それでは2階の方に上がってまいります。こちらですね、中2階のように使っていただけるお部屋が一つございまして、こちらのね、大変レトロなお部屋になっています。かっこいいですね。こちらのお部屋にバルコニーがついておりまして、こちらのスペースに洗濯機を置いていただけるようになっております。そしてあと2部屋、和室がございまして、両方6畳ですね、和室になってます。こちらも、押し入れついておりますし、お隣にもついてますので、収納スペースにも困らない物件ですね。こう広げてね、使っていただいたら大変広々とした12畳和室になりますので、いろいろね、寝室ですとか書斎にも使っていただきますね。で、バルコニーもあるんですけど、こっち側には洗濯物も干していただけるものもついておりますので、こちらでもね、洗濯もしていただくことも可能となっております。周りはね、もう同じような、古くからある一戸建て物件が大変多く立ち並んでおりますので、すごく静かに暮らしていただくことが可能となっております。まだ、小学校や中学校ですね、病院なんかも徒歩で行けちゃう距離にありますので、ファミリーさんにぜひ見ていただきたい物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸真っ先では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバーイ。